こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回はコリウスの寄せ植えをするんですが、いつもおかちゃんが寄せ植えをするまでどうやって作っていくか悩んでる姿をお見せしたいと思います。この花苗を使って作っていきます。コリウス、ジニア、アンゲロニア、ユーフォルビア、グレコマ、ダイヤモンドスノーとグレコマは挿し木をしたものを使います。あとはこの間買ったコリウス系、あとジニア、それからアンゲロニアの白、これを使いたいんですけど、まだどうやって植え付けるか決めてません。どうやって植え付けるか考えるところから取ってきます。これが大型なんだそうです。横張りの大型ってことですね。そしてこのブラックかっこいい、これがノーマル中型、そしてこれが小型。かわいいね、小型コリウスだけ。コリウス大きくなるっていうことなので、これだけでもいいかなと思うんですけど、ここへダイヤモンドスノーを入れて爽やかにする、もしくはグレコマを前に垂らす。っていうのもありかな。ダイヤモンドスノー1個にしようか。ダイヤモンドスノーを真ん中から1つ出して、3株とグレコマをちょっと散らす。こんな感じでいこうかな。一つはこんな感じにします。こちら残りなんですけど、アンゲロニア、ジニア、コリウス。こっちはコリウスのちっちゃいタイプで寄せ植えに向くタイプですね。ジニアはお一人様にしようで、ここが三角にダイヤモンドスノーをひっそり1個入れて、ちょかなり悩みましたが、この鉢にちょっとギュッとコリウスを詰め込んだこんな形にしたいと思います。あとは私が作ったグレコマをこんな風に手前に出して、余裕があればユーフォルビアの挿し木をちょっと横に詰めたいなって感じでいきます。でプランターの鉢底石をつけ作ります。排水口ナットなんですが、いつも園芸用にしてるやつがちょっと今日は切れちゃったので、お家で作って使ってる排水口ネットです。ちょっと少なめ、穴がちっちゃいのでちょっと少なめで入れます。でこの周りに赤玉土の大玉、そしていつものおかちゃん培養土、ここに足していくのが赤玉の大玉、鹿沼の中玉、赤玉の中玉、
燻炭と培養土。そしておじさんのもう一回をピンスコップで半分ぐらい。そこに入れるのがチャラーン。面白くなっちゃうから毎回やろうかな。おつまみ半ぐらいで、よく混ぜます。手で混ぜてみた方が早いですね。で、これはこういうことができるんです。とても便利です。はい、そしたら火を加えていきます。中でアンゲロニアだけが多年草、あとは一年草なんですよね。最後に残るのはきっとアンゲロニアだけ。そしてここが一番深いのはアンゲロニアなので、アンゲロニアから先に配置します。汚れたところもそんなないですね。結構根が張ってますね。いい感じ。ちょっと黄色くなってる。下も漏れないように小さい葉っぱ全部取っちゃいます。いいと思いますね。あとは顔ですね。あげるね。お花がいっぱい入るかな。どの位置が好きかな。この位置が好きかな。ここにします。これがポリウス大型のカーボーイだそうです。横張りタイプ、赤グリーン。これは小型なんですけど、ちょっと背が高くなりそうなんで、コリン。レッドクラッシュだそうです。コーネが回ってるし、ちょっとちっちゃいには、この中型のブラックマジック、ちょっと黒で締めたいので締めいきます。
うちは顔はこうですね。温度入らないかな。で、左サイドはこれですね。ポリンのネオンブラック。ブラックなんだね。赤みたいだね。ちょっと大きくなってくれると、早く大きくなってくれるといいな。そして手前にグレコマを備えたしたいと思います。どの子がいいかな。こうやって株分けできるように入れてあります。ここが2枚あるので、ここ使います。ここが正面になるかな。どうでしょう。
したら残念ってことで。出来上がりました。今回は作成前の苗選びなどで悩んでいる様子からお届けいたしました。このあと成長していって乱れて解体していく様子までずっとお届けしていくつもりです。興味があったら見届けてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。また見てねー。